今回そのもちろん人間ドラマではあるんですけどその人間のもう少しなんか大行な言い方ですけど根源的な営みというか存在意義というかまあそれが常にどういう状況であっても常に空があり海がありっていうなんかその海や空に対しての まあその美しくて青い海や空っていうのがいわゆる希望でもありなんかその表裏一体でそれが威風の念でもありっていうような,なんかその人間が存在しているっていうようなことをとても言い方としては難しいんですけどただ存在しているっていうようなことをどのように描けるかなっていうふうに今としては自分としてはチャレンジしたいなと思ってはいるんですけど。